食っちゃったよ。
ミハマサナ、夢の途中でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいな。よろしくお願いします。
よう、戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった。まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。1年前海藤さんが組を破門にされた時、ああ、事務所の金庫から1億拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった。海藤さんは何か聞いてるか。金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東がどうやって。さあな、もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか。今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より頭は俺らのことが嫌いだ。たく、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。
なんだ？テンダーに行く気か？綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。金が足りなきゃその時考えるよ。よ、いらっしゃい。噂じゃこの店に悪徳警官が出入りしてるって？あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。綾部来てない？さっき来るって連絡はあったよ。それよりターボ、ちょうどよかった。一つ頼まれてほしい仕事があんだ。仕事？八神探偵事務所カムロ町一と見込んでね。ん？そう言われると断りづらいな。照れることないよ、俺は本気なんだから。どんな仕事？さあね、まだ聞いてないんだ。まあ依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。はあ、それもそうだな。
嬉しいな。わかりました。ああ。Thank you.
ああ、
Thank you.
気に入った。さ、行くか。もしもし、あなた。ありがとうございました。ちょっと、今の声誰よ。女の声がした。Thank you.
く時間食っちゃったよ。寝とけっての。
ったく、時間食っちゃったよ。八神さん、ハハハ。